どうぞ。はい。あれ、なんか、アッピデースの挨拶はないんですか？もう、そう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 。それやれないと誰かわからないんじゃないかっていう。でももう、アッピって名乗ってなくて、最近はもう横浜 YouTuber の朝日ですな。そうなんですってね。それびっくりしました、本当に。ね、朝日さんですよね。それはまあ、前々から存じ上げてたんですけども。今、横浜 YouTuber。そうです、そうです。すごい。もう昔の DMR のあのチャンネル自体はまだあるんですよね。チャンネル自体はあって、うん、またちょっと DMR 熱が復活してきたら再開しようかなと思って、はい、はい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 。でも今もう何年ぐらい放置？2年か2年半ぐらい。2年半ぐらい。すげえ。それを今日たまたまね、フラットさんと一緒にあのブックの方に遊びに来ていただいたんで、それを機会に今 DM やってると。 DM めっちゃ教えてもらってます。今教えてるんでしょ。この2年間ね、アッピさんの2年間を埋めるようにこれで再開したらすごいことだよね。ですよね。うん、アッピさんのファンからすごい感謝されるよ。うん、2年前となると、うん、いやもうモルネックとかもね、うん、もいて、そうそうそう、その頃のやつを、はい、どんな時代だったかな、ジョーカーズがまだ、あ、出始めた頃、ツインパクト、うん、やれクリーチャーと自分の時ですね。ツインパクトがギリやってなかったよね。あ、じゃあ、そうなんだ。ちょうどあれ、じゃあちょうどグランドとかサバークとか、うん、サバークギリやいたかないないかなぐらいだった。でミッツァイルを知らなかったんでしょ。ミッツァイル知らなかった。ミッツァイル知らなかった。うん、シューレオンヒロロ。いやでもそれをでもその後なんで多分ツインパクトの前とかで鉄復活麦、いわゆるデスザークとか、うん、あ、デスザークは確かに似たような気がする。あ、そうなんだ。じゃあそこら辺はちょうどツインパクト前ですね。そうなると2年前とか。あ、もう全然記憶ない2年前じゃあいよいよそれでその2年間の空白を埋めて再開してくれるかもしれないっていうこと、うん、はい、いやでもそのきっかけになれたっていうのはすごく嬉しいですね。いやーほんと DM 久々にやりたかったんで、うん、楽しかったです。ありがとうございます。いっぱい対戦したの？どれぐらい？ 20戦ぐらい。そんなにやったっす？そうなんだ。途中で同系のデッキとやって勝ったり負けたりってやったんですよ。はい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 。自分が負けてしまったんで。あ、そうなんだ。やっぱりもうね、久しぶりとはいえさすがに強かった。そうですね。あ、本当に良かったよかった。フレングガバガバっすけどね。あ、同じデッキばっか使っても。やった。まあでもでも、じゃあ復帰するかもしれない。する。そうですね。言っちゃっていいの？はい、本当に本当に言っちゃっていいの？はい、いいです。あ、じゃあもうこれは、うん、アッピ復帰するってよっていうタイトルで日記になるんだよ。再生数取れるといいですね。うん。あ、でもその時はじゃあ、うん、チャンネル名も朝日になる。朝日 DMRR になって。朝日 DMRR にもなってるんですね。わかりました。じゃあぜひそっちの方でまた上がるのを期待して。でも横浜 YouTuber も面白いですよね。そうですね。街のいろんなところ回ったりとかそういう。そうですそうです。うん。すごい。なかなか埼玉の人には共感されないかもしれない。いや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 、もうそれはでも、あ、そうかそうか、行ったことないからわかんないか。でもね、うん。で、なんだかんだ言って今日初めて来てくれたんですもんね。そうですね。ブックね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな狭いところでこちこちやってるんで。チャンネル登録してください。はいはい、ありがとうございます。じゃあもうあの概要欄に貼っとくんで、あ、両方ね、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。僕も横浜遊び行くんで、そしたら一緒に横浜案内してください。ぜひ遊びましょう。お願いします、はい、アピスタージ、ありがとうございました。じゃあ復活期待してます。ありがとうございます。